はいどうも、バッキーです。さ、今日はですね、二子玉川にやってきてまして、久々にね、ハンバーガー食いたいなということ で、ハンバーガーはハンバーガーでも大人気のね、シェイクシャック、昔このチャンネルでもね、紹介したことあるんですけども、確かね、3年4年ぐらい前かな、お店ありました。シェイクシャックやってきました。もうめちゃくちゃ久々に来たんで、なんだろう、期間限定のハンバーガーとかあるのかちょっとわからないんだけど、今日はシェイクシャックでハンバーガーたくさん食べていきたいと思います。このシャックバーガー、これが看板メニュー、スモークシャック、シュルームバーガー、シャックスタックで、普通のハンバーガーで、チキンと、あとこれはホットドッグに、ポテト、あとシェイクシャックは名前の通りシェイクも看板メニューになってて、ソフトクリームもあるんですけど、いや本当ね、久々に来たからどんな感じなのかなと楽しみです。今日はね、シェイクシャックのハンバーガーを何個まで食べられるか限界ギリギリまで食べてみようかなと思います。まあ大食いは僕そんなできないけども、目標としてはね、4つは食べたいね。ということでね、店内入ってきたんですけど、あのシェイクシャックね、ハンバーガー全部でね、5種類あるんですよ。全部頼んじゃいましたさっきね、どんだけ食べられるかって言ったんですけど、急遽ね、シェイクシャックのハンバーガー全種類食べてみた。で、今日ね、ちょっと仕事関係でね、今日初めて知り合った人と今一緒に来てまして、喋らない系で、はい、わかりました。まあ、付き合ってもらってるから、あ、俺が出しますよという感じでね、そしたら金額がさ、驚きましたよ。金額が全部で7634円。これはやっちゃったよね。ハンバーガーチェーン店で8000円食べますでちなみに俺はハンバーガー5個にあのシェイクにしたんで、まあ、6000円ぐらいかな多分初めてかもしれない、ハンバーガー1人で6000円食べるっていうということで、ハンバーガーやってきました。すっごくないですかこれ今目の前ものすごい光景になってしまいました全部でハンバーガー6個ね、まあ俺が5個食べるんだけど、でも圧巻だねこの光景で、ポテトと、あとね、水で、期間限定の桜のシェイク、これ全部で約8000円です。まあ自分だけで6000円ちょいかな。まあこれ頼んでみたはいいものの、食えるのかなって残さないですからね、絶対残さないんで食べるんですけど、でお店の人にこれメニュー表ちょっと借りてきまして、あのね、番号で言われたんですよね。これがシェイクシャックの看板メニューのシャックバーガーで、2番がスモークシャックで、3番がシュルームバーガーで、これがシャックスタックで、最後がハンバーガー。これはね、野菜全部トッピングありにしました。俺はこの5個を今から食べたいと思います。どうぞ。食えるかなこれまずはちょっとポテトから、ちょっと様子見で、自前の除菌のウェッティで店はね、こういう普通のウェッティだから、これ除菌効果あんのかな、ちょっと分かんないけど、やっぱ携帯してとかいいよね、こういうのは。最近はね、シェイクシャックのポテトはね、こんな感じですよ。ギザギザで美味しそうです。いただきます。うまっ。やっぱポテトめっちゃうまいっすよ。すげー美味しい。うん、表面サックサクで、かなりホクホクのポテトだね。今回はハンバーガー5個食べられるかなんで、ちょっとポテトはね、脇役なんで、どうぞじゃあまずは普通のハンバーガーいっちゃおうかな。野菜全増しにしたんだけど、玉ねぎもね、結構大きめな輪切り、トマトも入ってるし、ピクルスでかいな。これは美味しそうだ。野菜もぎゅうぎゅう、ビーフパティも美味しそう。
めちゃくちゃうめえな。おい、食べたとこすいません。バンズもねコクがあって美味しい。バターのコクかな。あとこれ玉ねぎがねちょっと辛みもあって美味しいです。ピクルスはね酸味そんな強くない。でビーフパティが超ジューシー、肉汁が口の中で広がってね、これはめちゃくちゃ美味しいです。あでも1個これだったら今んとこ全部いけそうな気はするんだけど、ちょっとまだ分かんないな。うん、いやでもシェイクシャックはほんとね4年ぶりかな、3年ぶりぐらいかな。やっぱハンバーガーって野菜の食感欲しかったりするじゃないですか。この普通のハンバーガーで野菜全増しにすれば野菜シャキシャキの食感がめちゃくちゃ楽しめます。あんで一応ねもし食べられなかったら食べてもらおうかなと思ってますんで。まあ僕が食べられなかったらまあすいませんでしたっていう。そんな感じです。あっという間の最後。であと飲み物はシェイクにしたんで甘いものを途中で挟むことによって一気にいけるんじゃないかなっていう作戦も考えています。甘いのとしょっぱいのをね交互に食べる。いやシェイク久々だな。あ、おいしい。桜味とかって今あるじゃないですか。桜食べたことないからね、人生で一回も。だから桜の味ってよくわかんないよ結局。でもなんか春だなっていうね、不思議ですよねこれね。次は店名のついてるねシャックバーガー。ハンバーガーが660円だったんだけど、これはね760円だからプラス100円だね。さっきのね野菜全増しのハンバーガーに比べたら、まあ、野菜はちょっと物足りなさはあるんだけど、これチーズなんだよね、これが入ってますんで。あとはシャックソース2個目いただきます。これはのチーズ感がすごいね。これはがっつりチーズって感じだな。やっぱりシェイクシャックってアメリカから来た店なんでね、チーズがかなり濃いですね。他見てみるとチーズあと2つ入ってるんだよ。シャックソースが美味しいね。さっぱりしてる。サウザンっぽい感じだけど、ただこれチーズが結構濃厚なのと、バンズに塗られてるねバターが結構後半来るかもしれないな。で一応ね水ももらってきてるんでね。次がね3つ目なんだけど、スモークシャックだね。これもねまたチーズが入ってるんですけど、このねチェリーペッパーっていうのが入ってます。であとスモークベーコンか。金額がね910円で、さっきのシャックバーガーよりねプラス150円ですね。徐々に値段が上がっていきます。このチェリーペッパー辛いのかなと思ったけど辛くないな。唐辛子の風味は感じるんだけど辛さがあんまりない。ちょっとまた食べたとこすみません。見た感じ辛そうじゃないですか。全然辛さはないですね。この中にもチェリーペッパーがどっさり入ってるんだけど、アメリカとかではねプチトマトみたいな形状で普通に売られてるそうです。あとこのスモークベーコンがいいですね、この香ばしい香りが。ただやっぱり予想が当たりましたね。バンズのバターの感じが後半来るね。この時点で、胃袋が9割埋まってます。今回早々に白旗をあげたいと思います。じゃあどちらか一つ食べていただいてもよろしいですか。よかった今日一緒に来ていただいて。で残ってるのが、シュルームバーガーとシャックスタックで、中に揚げ物が入ってるんだけど、これ中に入ってる2つの揚げ物は同じなんですよ。ポートベローマッシュルームっていうやつで、3種類のチーズを包み込んで揚げたものだそうです。
でこっちがね1260円、でこっちがね960円。これ何が違うかっていうと、まあ、単純にビーフパティが入ってるのと入ってない。じゃあよろしければ一番高い1260円のハンバーガーをどんどんどうぞどうぞ4つ目のハンバーガーということで、ちなみに最後揚げ物っていう先に食べればよかったかもしれない。おいしい。このポートベローマッシュルームがおいしい。風味もいいし食感も楽しめて、揚げ物もそんなに脂っこくないね。味的にはねこれが一番おいしいかもしれない。このマッシュルームの風味と食感、揚げ物なんだけどそんなに脂っこくない、きつくない。うん、うまい。ただ中に入ってるチーズがすごいね、トロトロなんだけど結構いにずしりくる。また食べたとこすいません。中の見えますかね、このマッシュルームでかいやつ、見た感じなんか椎茸っぽい感じなんだけど、これがなんかポートベローマッシュルームってやつ。うん、最後の一切れです。僕の胃袋の限界はシェイクシャックのハンバーガーは4つでした。久々にねシェイクシャックのハンバーガー食べましたけど、うん、美味しかったですね。ハンバーガーチェーン店に比べたら多少ね値段上がっちゃうんだけど、まあでもねそれなりのクオリティでハンバーガー一個一個美味しかったです。ぜひお近くにシェイクシャック見かけたら食べに行ってみてはいかがでしょうか。ただもうハンバーガーは当分いらないです。